んにちは、みおです。今回は私が何年もそして何回も通っているおすすめの美容室やエステをご紹介していきたいと思います。まずは美容室、店さんにお世話になってます。この日はカラーをしてもらった後に前髪について相談してます。ちょっと迷ってるけど、でも2レーンにしようかなって思ってるので2レーンに他横伸ばして、薄くしました。基本的にはいつもお任せしてます。声が私が出ないのでくれました。してます。めちゃめちゃいい色になりました。前髪もいい感じです。はい、アンリミットです。ここでは乳酸菌ピーリングをお願いしています。肌のトーンが上がるし、すっぴんでもこう保湿されてお肌がチュルチュルに、水分量がすごく多くなる感じがしているので私は好きで行っています。これ直後の動画なんですけど、だいたい 2,3 ヶ月に1回ぐらい招待してもらって行ってます。はい、続いてはこちらハリ治療に来ています。ここはね、もう何年だろう、3年4年、ちょっと行かなかった期間もあるので大学の頃からずっとお世話になってるところです。痛くないんですかって聞かれるんですけど、私はそこまで痛くないです。はい、いつもお世話になってる針、美容針に来てるのですが終わりました。ちょっと寝起きで頭が働かないいつもお世話になってます。ありがとうございました。またお願いします。大阪のお土産をもらいました。ということで、今日は針の治療、小顔になる、むくみ取ったり、コリを取ったり、あとは私矯正でこの辺のエラが張るので、それをほぐしてもらいました。はい。続いてはノインの小山さんのところに来ました。カラーをしてもらいながらご飯をいただきました。赤みを抑えたオリーブっぽいカラーにしてもらいました。そしてヘアセットまでゆる巻きです。今日はカラーをしていただきました。オリーブベージュにめちゃ綺麗な色じゃないですか。見て、そして可愛く巻いていただき完成しました。ありがとうございました。今日は小山さんにお願いします。いつもありがとうございますありがとうございます。どうでしょうか。日に当たるとこんな感じのカラーになってます。お気に入り。はい、続いてはこちら。ここもね、かなり長い期間お世話になってます。で、私がやっているのが、ウォーターピーリング、そして角栓の毛穴洗浄、カーボキシコースなどをやってもらってます。肌荒れしてる時とか、ニキビが気になる時、赤みが気になる時はいつもここでケアしてもらってます。鼻の角栓はね、本当にね、ちょっと見せられないくらい1ヶ月いかないだけで溜まって汚くなるので、ちょっと鼻のざらつきとか黒ずみが気になる方はぜひ行ってみてください。冷やしてます。ドスピンで失礼します。この後北海道だったんですよ。りょうこさんとはいろんな話をします。はい、終わった直後なんですが、鼻がね本当にツルツルになって赤みとかも落ち着きます。